あの、君が集めてるそれ、ちょっとおじさんに見せてもらってもいいかな？あ、いきなり話しかけてしまってごめんね。気持ち悪いって思われてないかな？俺は愚足さんと呼ばれてるんだ。もっとも本名は忘れてしまったんだけどね。血臭いこと言うな。君の集めてるその記憶のかけら、この世界では練りメモリーって呼ばれているんだけど、ずっと海底で生きてきた俺にとってそれは外の世界を知ることができる唯一の楽しみなんだ。おじさん昔この実験に参加していたんだけどね、2ステージしかクリアできなくてね。君は俺に夢を見せてくれる優しい太陽なのかもしれない。わあ、すごいこと言う。いっぱい見せてくれたらお礼をあげるから旅の健闘を祈るよ。グソクさんちょっとヤバそうじゃな。悪いやつには見えんがの。ということで、はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではスプラトゥーン2オクトエキスパンション実況プレイ続きの方やっていこうと思います。もう完全にあのネットオタクのそれだったよね、グソクさん。話しかけられる。我が輩はタコである。名前はまだない。てか、なんやねん。なんやねん、あんた。まあ、もうちょっとでね、その4つのあれのうちの1つに行けそうなんでやっていこうかな。レールを乗り継いでゴールせよ。ライドレールいっぱいすぎて、わけわかめえき。ほんとふざけてるな。お、インクの色が、ピンク。デュアルスイーパー。なんで、なんで落ちた？マジか。待って、むず。あれさ、どうす、スライドでさ、壊せる？あ、これこれこれ。壊さなくていいかな。ちょっと、壊した。OK。よいしょ。こう。こう。どこ？危な。こう。こう。怖いな。いった！待って。危ない危ない危ない。超怖いんだけど。全部起動させる勢いでやんないとやばいかな。ふっ。OK。よいしょ。ほっ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 。からの？ほっほっほっ。待って待って。割れたけど。おーい！いけた！危な！いや、よく反応できたね、今。ほわぁ。でこの音楽本当に、いやーびっくりした。え、3本目の路線にたどり着きました。路線図に表示いたします。ちなみにこの路線には4つのあれはないようです。また新しい路線を探してください。あ、そういうことか。なるほどね。ボーナス採用。意外と遠いな。もうちょっとで行けるかなって思ったけど。あー、でここクリアするとまた路線が出るのか。僕らのタフギア、黒缶四駆駅。タフギア？調子に乗りすぎ要注意。イケイケ駅。少女隊ばっかやん。じゃあこっちから行こっかな。こっち行くと、次、行きやすいっぽいし。こう、多分四角四角四角って並んでるから、路線が貫通するんじゃないかな。車を乗り継いでゴールせよ。車を乗り継ぐ。うわ、車走ってる。ちょっと、この二つ苦手で怖いから、無難にザップから行こう。あれ？ナムコ写真いないじゃん。俺いつもここにいる、いた。こちらはドライブスルー選手場です。洗車機に巻き込まれないよう注意してください。ん？あ！洗車というより洗車です。ごめんね。起き上がれないの。ごめんな。よし、行こう。ぴょん。そういう感じか。これ乗んないとだよね、多分。で、あれ乗るの？待って、無理。見てる間に次の、こっち、あ、ここだな。ここ。よし。待って、これ聞こえてるかわかんないけど。BGM めちゃくちゃいいな。え？いけなくない？そういうことか。ゴー！よし。
なんかこの車が走ってる感じさ、なんだっけな、なんか、別のゲーム。パソコンか何かのゲームかな、思い出すんだよね。わー。あ、でも待って、これ潜伏してればバレない？待って、これ飛び乗ろう。やります。怖いな。ここ。よいしょ、OK。で、しばらくバレません。次、あの、違うの車が来たら乗り移ろう。OK。よしよしよし。で、そこね。OK。ヤクーって、よし、みたい。いや、なんか本当にあの、パソコンのゲーム思い出すんだよな。あ、なるほどね。なんかね、こういうのあったんですよ。なんか、なんだっけな、その人のトラウマをなんか、精神世界に入ってトラウマをなんか克服させるみたいな。あー、これそういうことか。あぶね。オッケー。うん。で、こうか。あ、もうちょい開けとこう。よいしょ。オッケー。これ北斎とかブラスターでやるの難しくない？待って。お前やめろ。よいしょ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 。インクがない！インクがない！インクがない！え、難しくない？ちょっと、スペシャル切りたかったんだけど。サーモンみたいに。インク使いすぎ注意ね。オッケー。光の道を進むんじゃかっこいいこと言うね。インクタンクの後ろのやつかな？あ、そうっぽいな。まあ、これ無理に上じゃなくてもさ、こっちでいいでしょ。OK。からの、これまず思いっきり開けて、上げて、上げる、開ける。ん？うん。よし。で、さっき失敗したのここだよね。まずこっち殺します。危ない。で、車体上げる、インク管理を。よし、危ねえ。動画止まっちゃってましたね。まあ、あなた何もなかったんで、そのままクリアです。ちょっと動画止まっちゃったんで飛ばしましたけど、4本目のロール線にたどり着きました。4つのあれはない。はい、 OK。 まああそこに近づければいいんだ。なかなか遠いな。で、そうしたらですね、チャットログ更新されたね。それで終わろうかなって思ったけど、練りメモリーズ見よっか。倒すべし我らの敵と教えられ、今は手を取り進む深海かな。あー、そっか。あ、なんか来るね、来るね。つか今当たり目指令とね、地下を、深海を進んでるわけですからね。見てないの。お、豆電池ナマズ。ピリピリと刻むリズムに乗せられて、太口ずさむ塩辛節を。あー、もう何？切ないわ、ほんとに。ほっこり。ヤギフグくん、君はジギーな顔だけど、ヒップホップの申し子なのかい？全部見たかな？知ったらチャットログ。セッション2。ちょっとおかしかってくる。なんか本当になんか リアルでありそうな会話してるな。了解です。ギョイ。そうそう、八号さんがチャレンジをクリアしている間、ナマコ端末の座標をもとにそちらの情報を調べてみました。結果、そちらは地下は地下なのですが、この世ではありえない強度の磁場が出ていまして、そのため時間の進みが遅いというか、時空が歪んでいるというか、そんなことまでわかるのいいだ。でもなんかそんな感じするよね。絶対普通じゃないもんね。何かしらまだ裏がある。それが面白そうだよな。当たり目さん、周囲見た感じ、何かおかしなものとかありますか？アベツク、ペアルツク。それさっきやったなんかペアルック域みたいなやつじゃないの？ふむふむ、何かのパスワードかもしれませんね。イケイケ、ワケワカメ。あと、これ絶対駅の名前じゃん。なんだかよくわかりませんが、まがまがしい響きを感じますね。まがまがしい。あとは、ヨロピク、バイナラ。なんだか聞いてて、こちらが恥ずかしくなりそうな感じです。あ、まがまがしいって中二病的なことか。まあ、聞いてて恥ずかしいもん、ちょっと。あの、ヨロピクとかバイナラとか古すぎて。とにかく、そこはハイカラスクエアとは違う次元に存在するようです。8号さんがチャレンジをクリアしていけば、新たに何かわかるかもしれません。
なので私たちが案内しますので、引き続きお願いしますね。なるほど。待って、新しい人増えてるな。人じゃないけど。首長クラゲちゃん。でもって、練りメモリー見せたらなんかあるんじゃないの？見せらんないのかな？ナマコくんのことは昔からずっと知っているよ。だってずっとここにいるからね。怖いわ。じゃあ、はい。今回はね、これで終わろうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回こそね、4つのあれの何かを取りに行ければいいかな。うん。なんで、次回以降もね、お楽しみにお待ちください。それでは、お疲れ様でございました。